皆さんこんにちは。セガサミスポーツアリーナテニススクールコーチの星野です。8月より、ヘッドのラケットキャンペーンが始まります。実際にヘッドの今すべてのラケットの機種がここに集まっていますので、実際に宇佐美コーチと、鈴木コーチと、全機種打ちながら、実際にどんな感覚なのかっていうのを皆さんに分かりやすくお伝えできればと思います。とコーチたちが普段使っているラケットをご紹介していきます。普段僕が使っているのは、ラジカルのプロというシリーズになります。こちら面のサイズ98インチの、305g、ちょっとツアースペックにはなるんですけれども、非常にオールラウンドに、打ってもよし、ボレーしてもよし、オールラウンドな方、いろんなショットにチャレンジしたい方、ラケット振れるよという方におすすめなラケットです。私は、テクニファイバー、ファイト RS シリーズですね。315を使っております。特徴はちょっとラウンド形状とボックス形状の融合ですね。ラケットになってますので、ちょっと柔らかめのラケットになっております。はい、私はヨネックスの E-ZONE98 で 305g の、315、バランスポイントですね。非常に扱いやすくてですね、センターのところでもしっかり、ボールがコントロールができる、パワーがあって、安定感があるというラケット、非常に、いいラケットだと思います。はい、プレステージシリーズを打ってみたいと思います。宇佐美コーチが打つのはプレステージプロ、はい、95インチ、315g ですね。はい、続いて僕が使うのは S です。295g の、99インチになります。はい、鈴木コーチが使うのは、ツアーになります。99インチで、305g ですね。はい、実際にこのラケットを打ちながら、実際にインプレーションしてみたいと思います。実際にプレステージを打った感想を、じゃあ宇佐美コーチからプロを打った感想をお願いします。はい、面がちょっと小さいので、やっぱりスピン系よりはちょっとフラット系で、コントロールしたいというのとはちょっとおすすめをしたいですね。ちょっとスピン系だと面が小さいので、やっぱりちょっとオフショットした時が辛くなってくると思いますので、フラット系の人をぜひ使ってみてください。はい、じゃあ続いて鈴木コーチ。はい、ツアーの方を使ったんですけども、18、19、結構ハードスペックだと思いますので、オフセンター大きいので若干しんどさがあるかなと思います。これ、個人的に使う場合は、テンションを少し起こして、乗らせてボール打ったりとかできるといいかなという感じです。はい、続いて僕が使った S なんですけども、重さ的には 295g ですごい扱いやすいんですが、当てれば飛ぶかっていうとやっぱりそこまで、パワーのあるラケットではないかなと。しっかり振った時にしっかりボールが乗って、ボールを送ってくれる感っていうのは非常につかめると思いますので、ボレーいっぱいやりたい方とかスライスとかボレーいっぱい使う方には、非常におすすめかなと思います。ちょっとプロみたいに315までは上げたくない、300台で収めたいっていう方には非常にいいラケットだと思います。はい、続いては、グラデーションカラーが可愛いこのグラビティシリーズですね。打っていきたいと思います。僕が打つのはプロと、ツアーです。どちらも面の大きさは100インチの、重さがプロの方が、315g、ツアーの方が 305g となってます。ストリングスパターンが18、20とはちょっと細かくて、ちょっとハイモデルになってます。
じゃあ宇佐美コーチが使うのは、僕が使うのは MP ライトと、その MP ですね。MP ライトが 280g、MP が 295g になってます。はい、続いて鈴木コーチが使うのが、はい、S のモデルになります。285g で、スイングウェイトが325、まあ、バランスポイントですね、325。なのでちょっとトップが重いかなと思います。ストリングパターン16-20になります。では実際に行っていきます。打った感想、MP と MP ライトを打った宇佐美コーチからお願いします。変化100でちょっと薄いフレームなので、やっぱりボールが飛ぶっていうのは一つあります。で、どちらかというとストロークとボレー、どちらかというとボレーの方が、僕はちょっとやりやすかったかなっていう印象でしたね。はい、はい、じゃあ、S を打った宇佐美コーチお願いします。はい、まあ、一つ前にプレステージ打ったのもあるんですけども、非常にまあ扱いやすいっていう印象でした。正直なところそんなに重たくなくてもボールしっかり飛んでくれるなっていうのがあるので、まあ、軽くてもパワーが欲しい方とかにはかなりおすすめかなという、まあ、以前出してるオーバーサイズに少し似てるような面の作りの印象がありました。はい、僕はプロとツアーの方を打ったんですけど、18-20 と、まあ、僕もなかなか使わない結構ハードスペックなところだったんですけど、まあ、結構ラケットがしなる、まあ、100インチということもありますし、しっかりしたボックス形状ですので、ラケットがしなってくれるボールに対する食いつき感っていうところが非常に感じれるところでした。ただやっぱり回転をかけるってなると相当の、まあ、ある程度のスイングスピードっていうものが、やはり必要になると思いますので、まあ、ボレーヤーですとかしっかりコントロールしたい方には、まあ、僕も結構ボレー好きなんですけど、そういうところではすごい使いやすいなっていうのを感じた印象でした。はい、続いて、すごいカラフルなラジカルシリーズにいきたいと思います。僕が打つのは S というシリーズになります。102インチの、280g、ラケットのちょっと横は結構厚めの、設計になっているラケットです。じゃあ、サミコーチが使うのはラジカルプロですね。重さは315、面が98になります。はい、そして鈴木コーチが、はい、MP の300g、98インチになります。はい、では実際に打ってみたいと思います。ラジカル打った感想、じゃあプロを打った宇佐美コーチからお願いします。はい、どっちかというとしばきたいタイプの人はいいと思います。プレステージプロは面が95なので、どちらかというとそちらできつい人はこちらの98の方がいいのかなと思いました。はい、はい、じゃあ、MP を使った、鈴木コーチ、はい、鈴木さんめちゃくちゃ良かったです。今日一で、まあ、バランスが非常にいいかなというところで、まあ、飛びもいいですし、センターの時も
せてくれる感の安心感が、まあ、ストロークボレーともに非常に良かったので、まあ、おすすめのラケットになりますね。はい、S のを使ったんですけど、非常にオーバースペックですごい、まあ、振っても結構こうボワンとこうラケットを掴むような柔らかい音になったりっていうところで、非常に飛ばしてくれるかなっていうところが非常に強い印象でした。やはりこう振ってしまうと飛んでしまうので、なかなかパワーがない女性の方ですとか、ちょっとこれから振りを覚えたいっていう方、振り始めていくっていう方にはすごいおすすめなラケットかなと思います。はい、で続いて、こちらスピードですね。僕が使うのはプロです。重さがですね、310g の、100インチストリングスパターンが18-20とちょっと細かいモデルになっております。はい、そして宇佐美コーチが、S です。面が100で 285g ですね。ちょっと楽ならラケットかな。はい、じゃあ続いて鈴木コーチ MP、こちらですね。MP ライトになります。MP の方が300、で100インチ、16、ともに16-19で、ライトの方が275とちょっと軽めのラケットになる分、330で少し精度の方が重たくなってます。はい、では実際に打っていきます。こちら、スピードを打った感想、じゃあまず S を打った宇佐美コーチからお願いします。はい、軽いんですけど、まあ、強いボールにも負けないっていうのがちょっと印象に残りましたので、まあ、結構強い力のない方でも、まあ、パワー負けしないかなと思いますのでぜひ使ってみてください。はい、続いて僕プロを使いました。310g、18-20とちょっとハードスペックなところだったんですけども、まあ、その名の通りスピードが出るっていう印象が一番多かったですね。平行にこうボールが飛んでいくといいますか、しっかり振った時に何て言うんですかね、こう上に抜けていくような心配がないという、結構こう低い軌道で打っていきたい、振りたいっていう方には非常にいいのかな。あとは立ち系に関してもそこまで硬いという印象はないですから、どちらかというと結構シングルスとかで振る方でもこれ、ストローカーでも打ちやすいかなと思います。では、MP と MP ライトを打った鈴木コーチ。はい、初期のスピードに比べるとかなり、柔らかくなってるんですけども、やはり、端っこに当たった時にはちょっとしんどいかなというところがあるんですが、逆に MP ライトの方は面がしっかりしている印象があるので、275と結構軽いんですけども非常にパワーが出るわけだなというふうに思います。はい、続いてこちら青が貴重のインスピンクト、使っていきたいと思います。僕は、107インチ、270g のライトのシリーズを使います。続いて宇佐美コーチが、S シリーズの面が100で重さが 285g 使います。はい、鈴木コーチが、はい、MP の、300g で、100インチですね、使います。はい、では実際に打っていきます。Thank you.
ヤサミコチからお願いします。はい、ちょっと軽いんですけど、ちょっとスピン、フラットドライブ系、僕はちょっと印象的に、まあ、使いやすかったかなと思いますので、ぜひちょっとそういうタイプ系の人は、ちょっと手に取ってもらえるといいのかなと思います。はい、じゃあ、MP を使った鈴木コーチ。はい。悪く言うと、ちょっと感覚が鈍るというような感じで、まあ、よく言うと、しっかり飛ぶラケットに使います。まあ、しばらく打つと、ね、まあ、どれくらい飛ぶのか慣れてくるので、パワーを求めたい方は非常に、いいラケットかなというふうに思います。はい、ライトを使いました。107インチの、270、結構こうオーバーステックでフレームの厚も結構厚いんですけど、まあ、非常によく飛ぶっていうのはもちろんの印象なんですけど、振った時に意外と、飛びすぎないというか、飛びすぎていかないなっていう非常に印象があって、ジュニア上がりたての、これからイエローボールで振っていくよとか始めたての女性なんかにはすごいもってつけなのかなと思いますので、イケメンぜひ使ってみていただけると、非常に扱いは安いです。フラットでもスピンでもいけるような感覚なので、非常に扱いやすいラケットだと思います。はい、続いては、黄色のエクストリームを使っていきたいと思います。僕が MP と MP ライト、フレームの形は全く一緒なんですけど、重さが、MP が 300g の、MP ライトが 285g、こちらをうちで比べたいと思います。はい、そして宇佐美コーチが、ツアーですね、 305g の、398インチか、はい、やってます。鈴木コーチ、はい、S になります。275g、105インチになります。16-19ですね。では実際に打っていきまーす。エクストリームを打った感想では、ツアーを打った宇佐美コーチからお願いします。はい、非常にスピンがかかるラケットなんですけど、まあ、特に先端で、スピンかけたい人なんかはものすごくいいかなと思いますので、ぜひ使ってみてください。はい、じゃあ S を使ったスティックコーチ。はい、パワーもあって、まあ、回転もかかるので、まあ、結構まあ不思議なラケットです、マイルドなラケット、テトロシリーズの中でもマイルドな印象がありました。はい、MP と MP ライトを打ち比べたんですけど、MP の方が打球感があって、MP ライトの方が引っかかってる感じがするっていうのが第一印象です。どちらもスピンはかかるんですけども、僕が持ってたエクストリームの印象よりは、引っかかるというよりしっかりボールを掴んでるなっていう感じがありながらも、振るとちょっとこう、まあ、いつものイメージやっぱちょっと上に1メートル前後こう上にボールの軌道が上がってくれるかな、まあ、その分引っかかってるかなっていうのをちょっと感じただけでした。はい、では最後に、コーチたちが使って個人的にお気に入りだったラケットを、紹介して終わりたいなと思います。では宇佐美コーチはプレステージ、プレステージプロ、結構ちっちゃい、はいはいはい、まあ、今の僕のプレスなりには合ってるかなということでした。僕はですね、グラビティの黒を選びました。普段使ってるのはオレンジのこちらラジカルなんですけど、まあ、一番気になってたシリーズの中であり、あとはデザインがまず第一お気に入りです。その中でも意外と1820ってちょっとこう程遠いなっていう印象がある中でも意外と使えたなっていうのが好印象で、ちょっと今後検討材料にしたいなと思いました。はい、そして鈴木コーチが、はい、ラジカルですね、MP になります。もう握った瞬間にもこれだっていう感じで、もうストロークもボレーも
調に良かったので、正直欲しいですよ。